こんばんは。ありがとうございます。来てくださって。もともと予定されていた今日はコンサートのリハーサルがあったんですけど、そのリハーサルの終了時間が予定よりも伸びてしまって、配信を始めるのが遅くなってしまいました。すいません。もう急いで帰ってきて、急いで着替えて、急いで髪の毛をセットしてやってきました。ということで、照明、ああどうしよう、すいません。朝もすっぴんだったんですけど、ちょっと今もまだすっぴんなので、すいません。ちょっと見苦しいかもしれないんですけど、今日はカラオケ配信をしようと思っていたので、カラオケ配信をしようと思います。よいしょ。で、中にイヤホンを買ってきました。ぜひ閉まってください。こんばんは。とカラオケ配信します。よし。あ、聞こえますか？バッチリ、よし。はい、ではそれでは、すごい始めるのが遅くなってしまってすいません。よし、歌います。カラオケは？ん？どこだ？あ、これか。はい。よし、じゃあこの曲からいきたいと思います。ちょっと待って、マイク付きイヤホン、すいません、ちょっとお待ちください。あ、スイッチ、ちょっと待って、声は聞こえてますよね？すいません。
できました。ああ、よかった。いきます。どう表現すればいい？地球上のすべての言葉を探しても見つからない。図書室の棚の隙間から彼の横顔に憧れる。私の恋はいつも日の当たらない。ほんと秘密の匂いがする。いつの仕方を教えてほしい。どうすればいいの？どのタイミングで手を閉じるの？はい、ということで1曲目は「いつは待つしかないのでしょうか」提供されてました。音、声聞こえてますかね？なんか BGM が大きいとかあれば教えてください。わ、テレビに映りました。マイク近づけた方がいい。マイクが、マイクこれかな。うん、声が遠い。あ、うん、わかりました。じゃあ次はマイクの近くで歌います。ありがとうございます。じゃあそれでは次の楽曲に行きたいと思います。と、行きます。はい、今年の夏は暑くなるって気象予報士が言ってた。髪を短くしようかな。君が同じを見せる。手を伸ばせば届く距離に僕たちはいつもいる。近すぎる関係じゃ恋は始まらないよ。君とどこかへ行きたいんだ。ここじゃないもっと遠くまで日常から脱出しよう。全部は続いている。
止まりかけは叱られるから、僕の知らない君を見たい。窓の外の空はいつも今日と明日違う色だ。新しい世界へ発射ベルが鳴る。はい、ということで2曲目は君と届くか行きたいを聞いていただきました。ありがとうございます。なんか曲さんマイクの曲とか教えてくださるコメントがあって、ありがとうございます。すみません、時間かかってしまって。ちょっとまだ時間の許される、歌いたいと思います。次は、じゃあ、それでは次の曲に行きます。あ、今の、あ、ありがとうございます。今ねえ、声遠い。大丈夫？え、大丈夫か？大丈夫、よかったです。それでは、次の曲いきます。夢の中で、私だけのために寝ても覚めても噛む噛む噛む、はしかみたいに熱に流れ、今の私どうかしてる。その本気で恋したの、雲の上の遠い存在、ため息が出ちゃう眩しいその微笑み。あなたはポップスター、一人締めはできない、みんなのラバー、わかってるけど、あなたはポップスター、ファンの一人でいいの、こっちを見てよ。ジーピンジャケットの中、あなたがウィンクしたようで、はい、ということで3曲目は憧れのポップスターを聴いていただきました。まあ、ありがとうございます。じゃあ次の曲いきたいと思います。
あ、待って。タワーが。ユースキーさん、熊のタワーありがとうございます。熊。ありがとうございます。じゃあ、それでは続いての曲いきます。いつもの君は優等生すぎて、誰から見ても別世界の人だったよ。頭固くて冗談通じない、付き合うなんて絶対ありえないって。偶然会えたゲーセンで一人きり熱くなって太鼓を叩いてた。カップリングの君は表とは違うよね。みんなが知らない顔に胸がときめいた。そんな弾ける秘密僕だけ独占してる。 US 館に浸りながら君のカップリング水。はい、ということで君のカップリング水を聴いていただきました。この曲はすごく大好きな曲なので、伝えて嬉しいね。そうです、この曲は私が AKB48 のファンだった時代にたくさん聴いていた曲です。よし、何かこれ歌ってほしいなっていうのがあればぜひ教えてください。聞きにくかったらごめんなさい。まあ、ざわちゃんファイトさん、タワーありがとうございます。タワーありがとうございます。あるかな。なんかショールームさんで歌えるカラオケに、あの今日は朝配信をして、その後あの今日はコンサートのリハーサルがあったので、コンサートのリハーサルに、あ、リハーサルに行ってきました。なんでなの？なんか今楽曲が何度やってもダウンロード失敗ってなっちゃって、なんでなの？もうちょっとラチが開かないので、アカペラで歌ってもいいですか？もうこれはラチが開きません。この時間がもったいないので、ちょっとアカペラで歌います。何の曲がいいかな。アカペラ、もうちょっと歌詞とかがないので、何がいいかな。
よし、これはみんなで食べた。歌います。テレテレテン、テレテレテン、テレテレテン、テレテレテン。長い時間かけて仲良くなれたのに。待って、ごめんなさい。長い時間かけて仲良くなれたのに、もう別れの季節が来た。分かり合うまでにクラスの誰かと何度喧嘩しただろう。同じこんな制服、帰り道に集まってここでいつもの木の下黙って青空を見ていた。桜みんなで食べた満開の花びら、春風に吹かれた一枚キャッチして、全部食べてしまおう。悲しみのリズム、味なんかしないのにしょっぱく感じた。やがて散ってしまったら涙テイスト。いつかきっとここの前で今日のことを思い出して泣きたくなるね。桜みんなで食べた満開の花びら、春風に吹かれた一枚キャッチして、全部だ。わ、待って、ありがとうございました。ちょっと歌詞がたくさん混ざってしまったんですけど、ありがとうございました。今、なんか楽曲のダウンロード完了したみたいなので、ありがとうございます。アカペラ聴いてくださって。よし、じゃあそれでは、次の曲、聴いてください。そういうこと、ハイブラリー。さあ、どうか。気配はそこまで効いて、空のその青さが変わった。まだカーデガンじゃないと寒い、ベンダリ君に会える残りの日々、このまま何事もなく、クラスメイトだったらいつの日か振り返りをするだろう。なんで自分から告白できないはずだったのわけ。好きだったなんて言うわけないよ。何かを言わなきゃ僕の気持ち伝わるわけがない。だけど今さら黙ったように見つめるなんてできないし、一心で無心で分かってほしいな。好きだったなんて言えるわけないよ。黙ってしまうだけど卒業式が近づいて、女の子の前でドキドキしてる男子を見かけたなら、そういうことどうにか言ってください。
ということで、そういうことフェブラリーを聞いていただきました。ありがとうございます。わー、やっと楽曲が使えて嬉しいです。よかった。じゃあ、それでは。よし、曲をダウンロードしている間に、じゃあ今日の皆さんの夜ご飯を教えてください。私は今日の夜ご飯はおにぎりを食べました。塩おにぎりを食べました。皆さんは何でしたか？納豆、とんかつ、お好み焼き。いやぁ、おいしそう。わ、最高だ。結構がっつり食べてらっしゃる方が多くて。わ、最高だ。ありがとうございます。教えてくださって。多分、皆さんのパワーで楽曲のダウンロードが完了したので。それでは次の曲を聴いてください。ラストの曲です。どうぞ。幸せやがるこの時間が続くように、ずっと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 いいの。ゴルバル風吹かれても、僕がこの花を守るけ。愛とは返事を求めない、越えたい一方的に送るもの。笑って歌って踊れ、自由に。君のことが好きやけん、僕はいつもここにおると。君の声に紛れて気づかなくてもよかった。君のことが好きやけん、君と会えたそのことだけで温かい気持ちでいっぱいになるじゃん。はい、ということで、ラストは君のことが好きやけんに聞いていただきました。ありがとうございます。はい、ということで最後の曲は君のことが好きやけんを聴いていただきました。ありがとうございます。よし。すごい聞こえにくかったかもしれないんですけど、一緒にね、聴いてくださってありがとうございました。わ、ちょっと待ってくださいね。タワーが立って言います。ありがとうございます。ちょっとどなたからいただいたものでしょうか。
ありがとうございます。どなただろう。今日はちょっとバタバタの配信になってしまいまして、なんだろう、マイクもなんか多分ちょっとマイクも Wi-Fi もちょっと調子が悪くてなんかグダグダになってしまったんですけど、最後まで聞いてくださって見てくださってありがとうございました。なのでちょっとまた絶対にカラオケ配信をしたいと思うので、またちょっとイヤホンをまた変えてリベンジしたいと思うので、また待っていてくださると嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんはあっという間に、あっという間の時間だったんですけれども、タワーもありがとうございます。短時間なのにありがとうございます。それではランキングを読みたいと思います。13位、こじこわらさん、ありがとうございます。12位、つるさん、ありがとうございます。11位、つよし12秒さん、ありがとうございます。10位、こにゅまさん、ありがとうございます。9位、天然パーマさん、ありがとうございます。8位、竜騎士ポンポン丸さん、ありがとうございます。7位、ベルカンさん、ありがとうございます。6位、仲間さん、ありがとうございます。5位、カニカマポさん、ありがとうございます。4位、ザワちゃんファイトさん、ありがとうございます。3位、ユースキーさん、ありがとうございます。2位は千葉のあつおさん、ありがとうございます。1位は大阪のターさん、ありがとうございます。ありがとうございました。短い時間だったんですけれども、見に来ていただいて、星も投げてくださって、ギフトもありがとうございました。すいません、本当にグダグダの配信になってしまって、反省です。また絶対にリベンジするので、ぜひまた一緒に楽しんでくださると嬉しいです。ありがとうございました。今日は金曜日なので、皆さんは美味しいご飯を食べて、お布団でゆっくり休んで、そして自分の好きなことをして寝てください。ありがとうございました。